よいしょ。さあさあ始まりましたね。チャットを見るために自分のライブを見て、どうですか皆さん、マイクとか BGM 大丈夫でしょうか。っていうか誰か見てくれてんのかな、その前に独り言これ。よいしょ。なんかニャーニャー言うとるな。あ、月月月さんこんばんは、おこしやすです。レモングラスさんこんばんは、おこしやすです。早いですね、なんか待ってくれてます、もしかして嬉しいな。ちょっとね、待ってください。これ、僕今、ロアンヌキウイ味食べてるので。うん。うまいけどな。やっぱり普通のロアンヌが一番美味しいかな。うん。アッコさんこんばんはです。お越しやすです。こんばんにゃ。こんばんにゃ言ってんで、チーピ。な。こんばんにゃって。チーピ。あかん、これ、わしのロアンヌや。さっきね、魚肉ソーセージ、ちびっとだけあげたらね、調子に乗ってなんかまたくれるんちゃうか思ってね。食べへんやん、あんたこんなん。甘いの食べへんやろ。うん。うわ、なんかたくさん来てくださって。メルミトさん、こんばんはです。お越しやすです。猫大さんこんばんは。美味しいですよ、結構。美味しいんですけど、うん。でも、なんかたまに食べるんがいいかなっていう。うん。オキロンさんこんばんは、おこしやすです。リンゴとタケノコさんこんばんはです。あ、ノエシャネさんどうもどうもです。おこしやすです。あ、小柳さんもどうも、おこしやすです。すいません、なんかお忙しいのに。ありがとうございます。キョコさんこんばんは、おこしやすです。チーピさんね、チュールね、あげんと飽きますよね。なんか最近、この間だからチーピの脱走事件があった時に、チュールおびき寄せ作戦以来、あげてないからね。あ、みやびさんこんばんは、おこし、あ、楽しみにしてくれてるんですか、わ、嬉しい。でもね、なんか今日ね、この間、ちょっと待って。口もごもご。あ、吉田さん、吉田蘭さん、こんばんは、おこしやすです。ん？伊藤薫さん、はじめまして。こんばんは、YouTube、Twitter、ブログと、密かに拝見してます。めちゃくちゃファンじゃないですか、僕の。え、マジですか？全然知らなかったです。ありがとうございます。初コメントありがとうございます。いや、もう嬉しいな。そんな、ブログまでね、あんなしょうもない、絵のこととかね、ほぼほぼ語ってないんですけどね。ありがとうございます。たかこさんこんばんはです。今夜ね、完成する予定です。多分。ほんまにね、こないだ終わったところが、こんな状態で、どうやろう。まあ、僕としてはかなりハイペースで進めてるので、えらいアラが目立つんですけどね。まあ、これはこれでなんか、作例として、完成させるつもりなので、いつもの僕やったらね、またコテ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 塗るんですけど、まあ、今回シンプルに完成させる感じなんで、こういうなんか塗り残しのところ塗ったり、まあそれぐらいしかないんちゃうかな。あと、バックはもう隅でこのまま終わろうと思ってますし、なので多分時間が余るので、なんか雑談みたいなことに後半はなるかもしれませんけども、よろしくです。むっちゃファンですか？ありがとうございます。いや、嬉しいな、もうどうしよう。なんかあれですね、下手なことできませんね。ちゃんとツイッター、YouTube、ブログとね、人格を統一しておかんとね、なんかあっちで偉そうなこと言ってたのに、こっちではこんなんかみたいなね、ならんようにしますね。あ、なぎさん、こんばんは、おこしやすです。完成、はい。もうね、もうほぼほぼ完成してるんですけどね、ちょっと細かなとこ、やって。はい。あ、インディゴライトさんこんばんは、おこしやすです。めちゃくちゃいろんな人来てくれる、ありがとうございます。久々に見に来たら申し上げ、そうですね。あ、そうですね。こないだね、だいぶ進めたので、もうね、ほらもう、
このしべの部分とか金が入ってね、光るの分かるかな。うん、だいぶ花らしくなってきてますね。まあ、大したことしてないんですけどね。あ、カビカビさんこんばんはです。その壁からひょっこり。ありがとうございます。さあ、ちょっとやっていこうかな、じゃあね。肉はもうちょっと湯煎して溶けたことですし。よいしょ。どうしよう。これあれやな、僕今、皆さんどんな環境でご覧くださってるんか知らんけど、僕のこのね、スマホの画面上ではね、アスペクト比っていうのかな。全然違ってて、なんかえらい、僕のスマホの撮ってる画面ではアップに見えるのに、僕のあのコメント読み専用のタブレットの方では、もっと背景映り込んでるから、うっかりなんか汚いとこが、ちゃんとね、片付けとかな、さっきも配線映り込んどったの。あ、スマホでご覧なんです。やっぱそうですよね、皆さんね。パソコンとかで今 YouTube 見ないですよね。さあ、今日の制作のお供、お飲み物は、じゃーん。森永ミルクキャラメル。魅惑の甘さってなってますね。なんかこれファミマで買ってきたやつです。なんかね、さっき母親が飲んでて、なんて言ってたかな。なんやったっけ、驚きのうまさやって言ったな。なんかあの、洗剤の驚きの白さみたいなね。でもね、こういうのね、大概甘いんですよね、ちょっと。僕はね、甘いの好きなんですけどね、また訳のわからん話始まってる。甘いの好きなんですけど、甘すぎるの嫌なんですよ。だから、世の中のスイーツ全部、20% ぐらい糖分落としてくれたらなっていつも何食べてても何飲んでても思いますね。ケーキ食べててもたまにね、糖分抑えめのやつあったら、おお、こいつやるかなみたいなね。うん、美味しい。あ、そんな甘くないかも、これに関しては。うん、なんかね、もっとなんか濃い感じやのイメージしてたけど、うん、なんかあの少々水っぽいって言うとあれやけど、結構ごくごく飲める感じやな。あ、パソコンでご覧なんですね、あのレモングラスさんね。じゃあ大画面で見てくださってるわけですね。ありがとうございます。パソコンで見るとどうしてもなんかこう、ね、結構かしこまったっていうか、スマホやったらね、寝転がって見えるじゃないですか。結構真剣に見てくださってるんですかね。ありがとうございます。うん、甘そうですよね。甘そうやったけど、そんなそこまでじゃなかったですね。美味しいですよ、結構。あ、乾杯です、アッコさん。こちらジンジャーエールも好きですよ、僕。ジンジャーエール好き、飲みたなってきたな、そんな人。ジンジャーエール美味しいですよね。そうですよね、パソコンやったらね、だいぶ見やすいでしょうね。明日買おうと買ってください。これね、多分ね、コンビニやったらどこでも売ってるのかな、ちょっと。詳しくは知らないんですけど、僕はファミマで今日買いましたね。うん。寝転んで真剣に見てます。寝転んでるんかい。皆さんね、楽な姿勢で見てくださいね。そんな、肩肘張って見る動画ではないので。じゃあやっていきますか。じゃあね、どうしよっかな。こういうとこね、めっちゃ塗り残してるんですよ、僕。ほら。全然気づいてなかったけど、この間、ね、見てたら。あとどこやったかな、どっかも、これもこの、ここもね、塗り残してるんだよ。そういうとこを若草色で塗って、若草色っていうか僕これ、何色で塗ったか覚えてないっていうのがあんねんけど。どれやろう、これちゃう、これ。皆さん覚えてない、これ。天然若葉緑色。これで塗ったような気すんねんけどな。違うんかな。まあ違ってもええやろ。似たようなもんやろ。もちこさん、こんばんは、おこしやすです。初めてコメントしてくださいましたか。あれ、違ってたら失礼なんですけど。いや、嬉しいな、いろんな人来てくださって。コハさん、はじめまして、こんばんは、おこしやすです。いや、なんか結構、初見さんがいらっしゃってくれて、ちょっと緊張してますよ、僕は。
もう本当にね、もうびっくりするぐらいグダグダな動画っていうかライブなので、まあ動画もそうなんですけどね、あのもうあのほんまに期待せんといてくださいね。なちっぴな、期待されたら困るな、うん、そうなんちゃうからな、うん、はい、じゃあ絵の具といていきます。得意ってもほんまちょっとやもんな。あ、っていうか昨日桜のやつに使ったやつがあるんじゃないか。うん、ないわ。ないわ。あ、使い切ったんだっけ。クソ、解き返して使っとるみたいな。よし、じゃあほんなら。なんか叫んどるな。なんかこれいつも紹介してますけど、これね、絵皿としては絵皿じゃないんですけど、これ100均ね、セリアである、このなんか縁がねプツプツした可愛らしいお皿なんですけど、何回も言うけどこれほんまにね絵描くときにいいんですよね。筆置きやすいしな、ほら転がらへんな、これね。あで、ここで水切んのも楽なんですよ、こう。これね、お気に入りですよ、僕、ほんま。結構、岩絵の具との相性もええと思いますよ、この絵皿ね。あ、コメント見てなかった。ごめんなさい。塚田さん、こんばんは、お邪魔、あ、お越しやすです。いつもありがとうございます。天木さん、こんばんは、お越しやすです。初めてだよな。すいません。めっちゃ失礼なこと言ってしまった。すいません。また、いつだったらお越しくださってたんですかね。すいませんね。もうね、あのね、結構ね、ほら、なんか塚田さんとか、なんかこう、なんていうんですか、日本文字やったらね、結構覚えてられるんですけどね、こう横文字、なかなかね、この海馬に留まってくれてなくてですね。すいませんね。あ、ナオミオンさん、こんばんは。お風呂入ってきちゃう。あ、僕もさっきね、シャワー浴びましたよ。はい。安心です。そんな、めっちゃ真剣に見てくれてるんですか。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと解いていきます。あんまりね、もうちょっとやからね、塗るの。こんだけでええんちゃう。どうやろ。過去の動画でまったり感いいなと思って、ああ、ありがとうございます。まったり感、そうですね、まったり感ですよね。シャキッと感はもう皆無ですからね。ありがとうございます。グダグダでね、動画で、まあライブやったらね、多少なりともグダグダになるのはわかるけど、動画であんな感じやったらもう、しゃあないよね。ありがとうございます。肉は加えていきます。ちょっと。このちょっとが難しい。ちょっと、一滴落ちてくれ、一滴。落ちひん。よいしゃ。あ、オッキロンさん、チーピーこんばんは言ってるけど、どっか行ったな。あ、エミコさん。ET さん。ハローです、こんばんはです。こんばんは言うて思った。乾杯って、なんか飲まれてるんですか、お酒。僕もね、お酒ね、たまには飲もうかなと思ってるんですけど、今日はね、絵を描くので一応。飲んだら描くな、描くなら飲むなの。つららーんですから。いや別にそんなね、別にお酒何回も売ってるけど、欲するタイプではないんですけどね。今日ね、エイヒレをね、炙って食べたんですよ。その時はさすがにちょっと、ああ、酒飲みってこういう気持ちかっていうのはありましたね。うん。あれは酒に合うやろな、エイヒレ。スラーンさん、ご用達のせ、そうなんですよ。セリアさんね。まあ別に僕、100均は何でも好きなんですけどね。なんか、それぞれ得意分野があると思いません？ダイソーさんは結構オールマイティに揃えてて、まあ、歴史も長いんでね。
自社の工場も持ってるし、開発にね、直接なんか、携わったりもできるから、おもろいもん多いんですね、ダイソーは。でもセリアはセリアでなんか最近ね、なんていうんやろ、オタクの人向けに明らかに作ってるもんとか、なんかおしゃれなもん多いですよね、ダイソーより。だから使い分けかなと思ってますけどね。あ、このお皿も2枚。あ、ほんまですか？めっちゃ僕が言ったからですか？これ結構いいですよ、ほんまに。ねえ。お皿買いました。マジですか、メルミトさんもありがとうございます。平日のライブ配信ですみません。いやいや、なんでこちらこそ謝るのこっちですよ。ほんまにね。ありがとうございます。あ、水墨画の時か。なるほど、なるほど。じゃあ、日本画じゃ初めて見られる感じですかね。ちょっとね、また水墨画と日本画ちょっと違うのでね、ぜひ見ていってくれたらなと。さあさあ、まあ2時間あるんでね、結構長いと感じてしまったり、眠ったくなったりしたらね、気にせずお休みになってくださいね。で、なんかね、さっきにね、お休みします、すいません、さっき寝ますみたいなね、コメントくださるんですけど、それはそれでありがたいんですけどね、そっと出ててくれても全然大丈夫なんで、全然もうほんまに僕のライブは気使わず、好きなように、僕、0人になっても喋ってやってるから、もし0人になっても、よいしょ、アーカイブとしては残るからね。さてさて、やっていこうか。いや、思うねんで、ほんまな、なんか最近、夜中とか寝られへん時に、ライブやって、別に見てくれへんでもええから、アーカイブとして残せるようにしとこうかなって、思ったりもしてるんですけどね。よっしゃ、うん、あら。そこやな。アップにして、よいしょ。いやー、もうなんか今日も結局バタバタでね、なんかライブの日ちゃんとなんかゆったりまったり、あ、手に行くやつ、まったりとなんか始めたいのに、なんやバタバタやねんな。さっきも気づいたらもう8時半で、やべえ、風呂入っとかなと思って慌てて入ってね。休みやのに、なんか休みやからこそできることをしてしまうから、結局仕事でもそうやけどね、休みは休まんとあかんのにね。ちょっと絵の具少なかったかな。よいしょ。ちょっと盛り上げるようにね、塗っていきます。見えてるかな？見えてるね。そこどうしようかな。ちょっとぼかしとく？いや、もうこんなんほんますぐ終わるな、そやけど。どうする？何します今日、後半。まあ一応ね、これ、カリバリなんで、最後に。あれでもちょっとこれ、何やこの、これ。ちょっと待って。下図を確認せな、分かれ。ぐだぐだやな、おい。これなんや？あ、こっちや、逆や。これなんやろな？何のつもりで塗ったんやろ？わからへん。絵かも、そこの、もう置いとくか。なんかわからへんわ。ほんなら、そこのね、身のほつけたとこね。これ、ここを書いていこうかな。
ここを書いていこうかなんやけど、これどうなってんやろ。彼って、あ、見えてないか。ちょっと待って。あんまりね、スマホいらうのがちょっと、前も言ったけど、怖くて。よいしょ。ちょっと緑で塗って、ここらね、ちょっとニカは弱いんですよ。失敗したな。まあ、炭バッグなんでね、これ、炭ってほら、そこまで、ザラザラしてないからね。岩絵の具の食いつきがちょっと悪いかな。いつもね、クマドリフで使ってますけど、僕ね、平筆でぼかそうが、好きなんですよ。まあ、好みですけどね。なんか、クマドリフでめっちゃ水がね、ボトーって出る気がして。以前から言ってた白号の制作、あ、そうなんですか、終えたんですか、おめでとうございます。おめでとうございます。白号って言ったらね、相当体力使いますよね。絵ってね、結局体力なんですよ、やっぱり。手を置く布はコースター。コースターですね、これ。そうそう、別にこんなんなんでもいいんですけど。なんかそこら辺にあったやつを。テント置いて使ってます。あ、ここいたあかんやん。塗ったとこ。危ねえ。ぐだぐだやな、おい。じゃあ、そうしてる間にちょっとさっき、このトゲの色どうしようかな。スケッチでは、なんか、もう枝と同化した色なんやけど、ちょっと、なんか変化も足したいね。焦げ茶みたいなやつで塗ろうかな。よいしょ。ちょっとね、もう絵の具も、整理せんとも、ようけ、ぐちゃぐちゃになってしまうって何が何か分からへん。焦げ茶的な。焦げ茶的なものはないか。あれ？混ぜますか？色ね。天然。こうなんだ。天然、なんていうの？焦げ茶石。焦げ茶石。焦げ茶石。何これ。これと、あ、でもどうやろうな。やっぱトゲって濃い方がいいよね。ナンバー13やろ。なんか岩黒みたいなのと混ぜる。あ、でも焦げ茶っていうのがあるね。焦げ茶。新岩やけど。人工の絵の具やけど。これ使おうか。確かに絵は体力必要ですね。健康や体力作りのために何にもしてないですね。やばいですね。何にもしてないですわ。ね、僕は、かれこれ何年前やろ。5年前ぐらいまでね、外土木仕事やってたんで、その時はね、割と体力ある方やったんですけど、最近はね、なんか筋肉痛やな、これ。どないしたんやろって思ったら、あ、昨日電球を変えたからやとか、そんなレベルになってきてて、ちょっとやばいですよね。あんな重いもんを毎日運んでやってても、筋肉痛になんかならへんかってのに、よもやそんな電球変えるぐらいのことで、ふくらはぎが筋肉痛になるかという。だからほんま体力をしてると思います。体重もね、何キロ減ったやろ。6キロぐらい減って、それ多分筋肉なんですよね。僕細
細身の方やと思うんですけど、自分のことね。めっちゃ細、まあ、ガリガリですよね、どっちか言ったら。でも、筋肉があったんで、その分ね、まだ体重はそこそこあったんやけど、いつやったか測ったら、ええー、と思って、5、6キロ減ってて、それはやばいなと思って。せな、飽きますよね。もう散歩ぐらいですかね、でも運動って言ったら。僕、仕事柄もね、あんまり動く仕事じゃないので、外にやっと出てるぐらいのもんですからね。やばいですよね。それはやばい。やばいですよね。私は焦げ茶に紫を混ぜたりして、ああ、いいですね。なんか茶色系と紫系は合いそうな気します。ねえ、なんかタケノコの皮とかその色で描きたい。そっかそっか、タカコさんは、あれですもんね。日本画されるんですもんね。高いところでの作業は筋肉使う。まあ確かにね、でも、それにしてもね、ちょっと、おいおいおいと。よし。さあ、じゃあ、トゲを描いていきます。体重減羨ましい。まあね、ある人からしたらそう言われるんでしょうけどね、昔から痩せ型にちょっとコンプレックスっていうかね、まあ来ないとまたね怒る人もおるんやけど、ほんまでもね、太られへんで悩んでる人もいるんですよね、マジで。ダイエットっていう言葉って痩せるっていうだけじゃないらしいですよね。太ることもダイエットって言うらしいですよ。なんか体重を制限っていうか、そのコントロールすることをダイエットっていうから、別に痩せることだけがダイエットじゃなく、太ることもダイエット運動みたいな風に言うらしいですよ。だから僕ダイエットせなあかんのですよ、ほんまに。よし、トゲなんでちょっと盛り上げて塗って、その接続部分だけちょっとぼかそうかな。こんなんちょっとやもんね。紫がかったトゲいいですね。そうですね。なんか、ちょっと、こういうとこね、ぼかしつつ。よし。まあ、ちょっとしたことやけね、このトゲなんかね。でもこれ、あれやな、この絵の具荒いから、ちょっとだけ10番なんで、この枝がちょっと淡白やから、こういうとこに影みたいに入れてもええんちゃう？こうぼかしてね。まあ絵ってどうしても変化に乏しくなるとね、見応えのない絵になってしまうので、こうちょっとした陰影をつけるだけでもね、枝感が鍛えれば筋肉つきそうですね。私もすぐ筋肉痛やばいですねえ、ほんまなんか衰えって早いですよね。鍛えよう思って、筋肉つけよう思ってつけたら時間かかんのにね、衰えるんちゅうのはもうほんまに。あ、映ってないか。でもなんかあれですって、なんか筋肉をつけたら、そのマッスルメモリーっていうらしいんですけど、よいしょ。そのつけた分の筋肉量は、筋肉がちゃんと覚えてるから、衰えたとしても、そこまで回復するのは普通の人より早いらしいですね。鍛えたら。ようできとるな、人体って。よいしょ。筋肉も痩せ型がコンプレックス。あ、そうなんや。体型やはり、そうですね。まあ、ないものねだりなんでしょうけどね。
僕が全然痩せられへん体質やったらね、そんな痩せたいとか言うてるねやつの鼻っ柱を追ってるとこでしょうけどね。結局ないものねだりですよね、ほんま。自分のプロポーションで誇れるとこないもんな。顔ももうちょっと丸顔が僕良かったし、背も高い方が良かったし。まあどんな人でも思うんじゃないかな。だってあのクレオパトラじゃないわ、オードリー・ヘプバーンもね、ポートレート撮るときは必ずね両頬に手を添えてるんですよ。必ずってことないけど、指定がない場合はそうして撮るんですって。なんでかっていうと、エラがね自分張ってるから、それがコンプレックスで隠して撮りたいっていうことらしいです。あんな綺麗な顔してる人でも耐えられへんぐらいね、コンプレックス持ってるんですよね。なんでこの話になったんや。虫の話よりはええけど。結構いろんなねコメント投げてくれるので、僕も安心してほらお答えしてると、なんかすごい、なんでそんな話になったみたいなねことにようなるんですよね、このライブ。それが楽しいところでもあるんですけど、この間なんかサイコパスの話になっとったもんな。なんでそうなったんて。よいしょ。いやでもありがたい、そうやってなんかシーンとしてたら何喋っていいか分からへんけど、そうやってね積極的にコメントしてくださるからほんまにありがたいし楽しいです。だからあの、また起こしやすって言ってライブ閉じた後めっちゃ寂しいです僕。もう何やったら一晩やってたいのにみたいな。あ、映ってた、映ってる、書いてるとこ。全然見てなかった。あれ森内美穂さん、あれさっきこんばんは言わんかったっけ、あれ。森内美穂さんこんばんは、こちやつです。筋肉痛2日後でやばいです。なんか言いますね、2日後とかね。僕2日後かどうかわからん、でも2日後な気するな、そう言われたら。江の川木町に打ててくせ、ええですよね。なんかあの、千住博さん、この間ご紹介した千住博さんは、結構ね、体型すごい今でも、ね、男らしいんですけど、それも絵の具乾く、あの人ってすっごい絵の具使うじゃないですか。あの、5分とかね、エアブラシでブワー吹きかけて、滝とか描き張るから、なかなか乾かへんからね、その間に、あの、ジムに行って、それこそ、ね、なんか、やってましたよ、ダンベル上げたり。まあ、健康的でいいかもしれませんね。なんか日本画家ってずっと座ってるから足悪なる人多いし、うん。絶対その方がいいですよね。せえへんけど。え、外大雨なんですか？台風ですとか。え、マジですか？日本画見てると落ち着きますよ。あ、そうですか。よかったです。めっちゃこんなんで幸せを感じていただいて。え、そうなんや。全然こっち降ってませんよ。僕ね、関西圏かな。関西圏に一応住んでるんですけど、全然降ってないですね、こっちは。基本的な質問すみません。完成前何日ぐらい？まあほんまにそれはサイズとか絵にもよるんですけどね。でもこれ、F1 サイズって言うんですけど、どうでしょう。僕でもこんな、ね、手で言うたらほら、手2個分ぐらいのサイズなんですけど、結構かけますね、僕は。1日に5時間、もし、がっつりその絵にかけれたとして、ほんでも1週間ぐらいかかる時もありますね、もしかしたら。絵にもよりますけどね。だこの絵、すごいハイペースで今、僕なりに進めてますね。こんなハイペースで進めたことないので、なんかちょっと新鮮ですね、今。でももうほんまに、あの、院展ってね、院展ってあるんですけど、日本美術院展ってあるんですけど、あそこら辺の作家さんってものすごい、てかもうでかい作品じゃないと展示されないんですよ。
簡単に言うたら。もう55以上じゃないともうお断りみたいな感じなんで、そんな人になってくると、あの、春の引転と秋かな、2回、年に2回あって、春の方は確かちょっとちっちゃめでもいいんですけど、秋の引転の時はもう100号とか150号とか平気で出すので、それに向けて作家は制作してる感じでね。どうなんやろ、あんなもん半年ぐらいかかるんでしょうね、でも。そんなサイズになると。で、画家ですから、やっぱり、ああいうとこに飾ってもらえる画家って相当の画家なので、ほとんどがね。専業やと思うんですよ、大抵。そんな人でも、その毎日絵に当てる時間があっても、ね、150号、200号書き上げるのに半年ないし1年かかるってことはね、やっぱ日本画って相当時間はかかると思います、やっぱり。あ、いえいえ、そんな全然。僕も全然言うてね、適当に言ってるところもありますからね。全部、真面目に信じないでくださいね。ほんまに、間違うてることも多々あって、視聴者さんからツッコミいただいたりしてるので。あ、熊本にお住まいなんですね。九州ですか。ああ、そうなんや。台風来てるんですか、こんな時期に。こんな時期やったっけ、台風って。ああ、そっかそっか。まあ、日本ってね、どうしても天災っていうかね、地震とか台風とか、大変ですよね。僕の親戚も沖縄住まいなんですけどね、台風はやっぱすごいですね。さあさあ、乾いたかな？どうしようかな。そこのね、なんか、もうちょっとこれちゃんと書いとくべきやったな。スケッチが足らんわ。タルタル、大丈夫や。書いてあった。偉い。僕偉い。この枯れかけのやつがね、こっちのスケッチね、いまいちなんか、まあ書いてんねんけど、ちょっとね、足りん気がするんですね、描写が。これではちょっと絵にならんなと思ってたんやけど、なんとなんと、僕、賢いこの僕は、めちゃくちゃ細かく書いてましたね、こんな時もあろうかと。こういう、部分的に書いてあるスケッチが助かるんですよ、こういう時にね。なので、全体像を書いた後に、なんとなく分かってくるんですよ。日本画にこれした場合、ここの描写って絶対細部いるなっていうところが分かってくると思うので、そういう時は個別にね、写生、スケッチしといた方がいいですね。なんかね、難しい色やで、ほら。なんか、ねえ、えんじっぽいんかな、中心が。で、なんか黄土色みたいなのがふわーっと。どうしようかな、これ。えんじで最初、ぼかし入れて、で、黄土色みたいなんで、しべみたいなの書こうかな。よいしょ。じゃあ、どうしようかな。えんじ色って言ったってな、でもな。水比にする？なんかそれっぽい色はあんねんけどな。こういうやつとかね。ちょっと茶色でしょ、これ。代謝。あずき茶。あずき茶ええかもな。あずき茶ええんちゃう？ほら。どうや、これ。このこれね、これ。ほら。これ。ほら。これ言っとくか。これちょっと中心ぼかして。何分今？ 40 分か。結構時間経つな。やばいな。絶対今日は完成させるよ、もう。もう完成っていうか、もう完成でもええんやけどね。次何書こうかな。ちょっとなんか花描いたので、動物とか機械とか、全然違う方面行きたいですね。人物画とかね。もうちょっとシンプルなの描きますね、今度から。ちょっとね、複雑すぎて、あんまり長いこと引っ張ってもあれやから。一回一回が、2回、頑張って2回で終われるぐらいの簡単な、モチーフにしたいですね、今度からね。あ、バッチリですか、ありがとうございます。よかった。誰かに同意を言えんと不安で。
だからね、僕もね、家で絵描いてる時とか、お仕事のお依頼を受けて、こんなん描いてほしいとか、あるんですけどね。描いたはいいけど、それでほんまにいいのか、この色でいいのか、この形でいいのかっていうのが不安やから、母親に聞いてしまうんですよね。身近な人間、母親。身近な生物。で、聞いたら聞いたでね、一丁前のこと言うんですね、うちの母親。なんか全然できへんし、見てもあれなくせにね。で、腹立つんですね。何がわかんねん、みたいな。でもね、意外と的を得たようなことを、得たようなことを言うてくるんで、それがまた腹立つねんな。よし。ちょっとそこのなぁ、ニカワがちょっと弱いねんな。なんでそんな弱なったの。絵の具のネーミングね、ほんま昔のその例えば十二人絵とかね、昔の置物とか重ね色ってあるじゃないですか。そのあ、だって十二人絵なんてさ、あんなん全部金でもええやん、ほんまはあんな思ったりさ、あの袖のとこだけさ色を重ねといたらええのにね。なんかその日本人の色へのこだわりってすごくて、今でこそなんか紫とか青とか緑赤とかね、簡単な色名しかないでしょ。でも昔ってもっともっと赤でももっと細かく分けられてて、なんか生エンジとかエンジ、紅色、カラクレナイとかいっぱいね、赤でもあるんですよね。僕らだって卑和色とか軟度色とか麹色とか言われてもわからんでしょ、今ね。あるんですよ、でもそういう色が。日本画の絵の具ではね。まあ、そういうとこも素晴らしいとこであるなと。日本人らしいですよね、めっちゃ細かく分けるっていうのね。すごくわかります。ああ、さっきの話ですか。後でね、相談なんかせんかったらよかったって思うんですけどね。聞いてしもったらまた腹立つよな、これな。はい。チーピー。チーピー。チーピー。あ、来たん。いい子やな。チーピー来たん。そうなん、ええ子やな、あんた。読んでくる猫なかなか珍しいらしいで。うん、あんたええ子やわ、あんたはな。なかなかええ子やで。な、拾ってきた猫にしてはなかなかできとるで。拾ってきたとか言わんといててな。うち来てくれたんやな。な。さっき。さっきほんまちょっと生地、魚肉ソーセージのかけらをあげたもんやから。そこらへんふんふん嗅ぎ回っとるわ。ちょっとね、さっきね、塗ったとこどうやろな、ちゃんと乾いてへんからちょっと怖いんですよね。あのね、岩絵の具って塗るん怖いんですよ。下の絵の具剥げへんかなとかね、気にしつつ塗らなあかんからね。ほんまもっと乾かして塗るもんなので、慎重にぼかすか。ぼかすってもね、もうこうなんかね、なんやろ、ちょんちょんちょんってこう押さえるっていうか、ぼかすじゃなくて押さえるですよね。チーピーに相談する。チーピー、ろくな返答くれなさそうやけどね。チーピーちゃん先生の応援です。応援してくれるってるんですかね、あれ。たまにね、足跡つけられますけどね。次のモチーフはチーピちゃんに一票。あ、チーピね。なんかでも猫、僕ね、飼い猫とか、そのペットをね、飼いたことそういえばないですね。なんでやろ。人によってはね、ペットって絵の対象になりうるんですけどね。僕ちょっと、あんまりね、自分の飼った
飼ってる犬とか猫を囲って思ったことがないですね。多分なんか近すぎるんやと思います。なんか猫描きたいなって思うんですよ僕。じゃあモデルを探しに行くかっていう考え方になってしまっていやいや家におるかなって思われるんですけどねねえ、私もチービちゃんに一票。私もすごいな。私もお金取るチービちゃんに一票。ええー、ま一日一票結構じゃあ票集まってますね。いやどうしよう、チーピーマジですか。チーピーか、絵になりそうにないなぁいやほんまでもなんか、いや結構でも色的にはね茶色いし、青いね、青じゃない黒い縞模様も入ってるのでアクセントにはなりそうやけどな。いやでもチーピーかデスさんからせんなね。じゃあチーピの顔のアップ描く。じゃあ次、ん、私も一票。あーもうチーピやな。じゃあじゃあママさん嫌ですよ。ママさんもうそんなもう汚い汚いもう描く気もないわもう。筆が進まへん進まへん、食欲うせるうせる、そんなの竹内正法の絵描きました。あでもいいかもしれませんね。なんかその薄塗りでね、あの京都画壇っぽく描いてみます僕も動物をね日本画ですればあまり描いたことないな。ちょっとそれやってみましょうか。ほんならね。モデルもちゃんと来てくれるしね。おいでー、言ったら。え？ちびちゃん、べっぴんさん、べっぴんかな？そうなんですかね。ひどい。ちびちゃん見てみたいです。あ、ほんまですか？じゃあちびちゃん描きましょうか。あららら、意外なとこで決まってしまいましたね。そんな、ママ怒ってるかな。ほんまもううちの母親もな、もう困ったもんやで、ありゃ今日もなんかで言うたぞ。今日もね、なんかもうふざけたことばっかり言うから、女高田純次やないよって言うたったんですなんであんなええ加減なんやろな。僕も彼女の血が入ってんやろうけど、なんでこんな違うんやろ、こんな折り目正しい好青年の母親とは思われへんで、あれさっさっさ、今日も完璧今日は見てないんじゃないですか。一応下にいると思うんですけどね。最近ね、あのあれ韓流ドラマ見終わったみたいでね、あの遺産全70何話見ましてね。なんか違うやつ、次何やったっけな、なんか見とるで、主人公に苛立ちながら、何やったっけなチャンオクチョンか、なんか知らんけど見て、あやこや言うとるわ。そんなんさ、でもドラマで70何話とかよう見るな。僕無理、そんなドラマ、もうドラマをね見る習慣がなくなってしまって。昔はね、ほんまちっちゃい時はよう見てたけどね、フードファイトやヤマトナデシコや言うてね見てたけど、めっちゃ昔ね。もう無理やわドラマ
すごい猛見終わった。ほんまですよ。だって、3日間丸々ぶっ通し 見るぐらいのもんでしょ ?72 話って言ったらね。何話じゃ 5話か。ようそんな、毎日だから2話は見てたもんね。下手したら4話ぐらい続けてみたりね、休みの日は。遺産見るのや見たのや、もう遺産は今奥ちょん見るのや僕が見てたらあの韓国ドラマもなんかもうなんか何見ててもね一緒っていうか王様のことチョーナー言うんですけどね、チョーナー言うてなんか家臣たちが言うてるだけやんみたいなねいやそんなことないんですよ、なんかいろいろ人間のね愛憎劇があるんでしょうけどね。うん、よいしょ、なんや言うたチョーナー、うちはテレビない生活で、だからつららんしか。ああ、そうなんですか。僕もね、あの、まあ、テレビとしては、実態としては、一応置いてありますけど、ほぼほぼね、僕も、YouTube 見てるか、テレビ見てないわ、ほんまに。今何を、どの、何曜日に何の時間何をやってるとか、全くわからへん。もう昔やったら、わかってたけど。結構だから、テレビ離れもすごいんちゃいます？やっぱり言うてもね。今、テレビ局、各テレビ局、ね、結構やばいらしいですからね。結構若者のテレビ離れがすごいらしくて、だからね、あの芸能人の方とか YouTube の方に参入してきたりねしてるみたいですけどね。よいしょ。さあちょっと乾いたらそこ、いやでも言うてももう51分か。やばいな。そこ乾いたら、あ、でもなんかちょっと、何やろう。その、何やったっけ、あずき、何やったっけあずき何やらの色。なかなかいいですな。アクセントになったね。なんか赤っぽい色ってね、補色なんで、緑の。結構、生えてますね。まあでもうちもテレビほんまいらんちゃいらん感じですね。もうスマホがあればいいかなみたいなまあ YouTube もね、あのテレビで大きい画面で Amazon スティックでね見たら結構楽しいので、モニターとしてのテレビはね一応使ってますけど、テレビの民放とか見てないなぁ皆さん何見てるんですか、テレビバラエティとか。バラエティを見ようになったなぁ。まあ、見たら見たで面白いんですけどね。漫才とかね。絶対見ようっていうね、なんかあの、ジュース用意して、テレビの前でおっちんして待ってるみたいなね、懐かしいですね、なんか。昔はほらもう、見そびれたらもうおしまいじゃないですか。もうレンタルが始まるのを待ってるしかないっていう感じやったけど、今ってほんまになんかネットのね、やつとかも見れるし、ありがたみがないですよね、なんかテレビにね。そういえば最近 YouTube ばっかり見てますね、若者じゃない。いや、でもね、結構でも、もう幅広い世代の方 YouTube 見てますよ。なんかやっぱり自分の好きな、ね、趣味の合うもんだけにスポット当てて見れるから、YouTube の方がね。だってほんま今テレビ並みに構成しっかりしてる。ね。YouTube の配信者さんとかもいっぱいいるんでね。もうこれだってテレビに買ってるやんみたいなね。唐沢寿明の白い巨塔はドラマ見た最後ってすんごい古いですよ、それ。僕な、いつ、何歳やったかな、あれ。めちゃくちゃ古いですね、唐沢寿明の古い、怪しい白い巨塔、古い巨塔って。いやいやいや、よかった。あの、誰々やったっけ、あれやなくてよかった。あれの方じゃなくて、誰やったっけ、猟銃自殺した人。そっちじゃなくてよかったです。YouTube で一本グランプリ、この、あー、一本いいですね。僕もまっちゃん好きなんで、一本グランプリは。あ、でもまあ、絶対見てるってわけじゃないですけどね。
まあ言うてまっちゃんあんま出てないですけどあれね家族の会話も楽しめるし読書もできますよ。そうですね、やっぱり作品制作のあったらゆっくり音楽聴きたい。あーいいです、なんかいい生活をされてますね。僕もそんなんがいいです。なんかほのぼのとネットフリックスとアマゾンプライムで映画満喫 CM。 あーそうですね、うちの母親もネットフリでなんか見てます、いろいろ韓流をそっかそっか。でも結構女やっぱりねテレビ離れしてるんですね皆さんね。僕よりだいぶご年配の方も若い方も。ということはテレビってほんまやばいよね。広告収入で成り立ってるからね、あれも広告収入ちゃうスポンサーのね、あれでなんか考えていかなあかん時期に差し掛かってるんかもしれませんね、テレビ局もね。っていうか乾かへんな全然うーん、しゃあないな。まあ雑談みたいにしていこうかこれね、これこれこの間、この間じゃあ今日これ買うてきたんですよ。じゃーん、ダイソーでね買ってきて。100均ばっかりやな僕、嫌やな、なんか100均生活みたいな。画材コーナーにあってね、これなんか前から話題やったみたいですけどね、発色にこだわった水彩絵の具って書いてあって、なんか透明水彩ではないんかな、そこら辺書いてないんですけどね顔料アラビアンゴム水アンテナ、アラビアンゴムということはやっぱ透明水彩に近いんじゃないかなと思うんですけどね。なんかお試しでちょっと100円やしね、うん、ちょっとやってみようかなと。なんかいつかこれ、あの作品じゃないわ、紹介動画撮ろうと思ってます。まあこれね、気になってる人は僕の紹介動画見てから買ってもいいんじゃないですかもしかしたらあかんかもしれんしね。今日は水張りテープ剥が、あ、そうですね、あのこれ書き終わったら水張り剥がして四隅切ってやろうか。でね、額がね、ちょうどなかったんですよね、このサイズの。額装はできないんですけどね。まあ、一応そこまでお見せしようかなと思ってます。百均私も大好きで、そうですよね。百均いいですよね。百均はもう、百均はええわ。なんか行ってしまうね、百均って。別に用ないのに。なんか幸せになりますね、百均歩いてるとね。お安いですね。こんなん100円ってね、あかんやろって思いますよね、なんか。うん、どんなんかわからないですけど、全然。なんかでも、こんな感じで塗れるんやったら、めっちゃ透明水彩っぽくてね。まあこれ多分、嘘やと思うけど、うん。まあまだちょっとお見せしますね。テレビは NHK のニュースを見てます。個人的には YouTube で勉強。ああ、そうなんですか、やっぱり。ほなもうあれやね、民放やばいですよね。バラエティとかドラマね。今ドラマ何してんねやろ。なんかちょっと前は何やろ、ちょっと前でもないんか、あなたの番、アナ番ってめっちゃツイッター内でも盛り上がってましたね。あれ秋元康が原作やったっけ、あれね。いらんもんまで買ってまいりますよね。ていうかいらんもんしかいらんもんしかってこないけど、ほぼほぼいらんちゃいらんもんを買ってしまいますね、あっきに行ったら。なんでやろあれ。まあ、石鹸とかね、どうしてもいるもんもあるんやけど、いらんもん多いな絶対不要不急というか買ってしまいますよね。あ、鈴木純子さんこんばんはです、お越しやすです。今ね、なんか乾き待ちでなんかゆるゆる雑談みたいなのしてて、なかなかね、乾かんのですよ、こいつは。たっぷり塗ったんでね。でももうここ乾いてきたら、この上にちょっと枯れたおしべを書いて終わろうかなと思ってます。よく言うたら、ほんまこの花ももうちょっとね、5分塗ったり、筋をちょっと入れたりしたかったんですけどね、今回はもう、なんか、シンプルに書く日本画っていうことでね、終わろうかなと思ってます。さあさあ、ほな、どうしようかな。
なんかね、いつも、あれやね、紹介じゃないわ。コメントでこんなことしてほしいとか、これってどうなってますかとか、ご質問とかいただくので、それにこういう乾き時間とか当てようと思うんですけど、肝心のその何を質問されたかとかを忘れてしまうっていう。メモしとかなあかんな。スマホ見たらわかるわって思ってるから、いつも。でも、この撮ってる時スマホいらわれへんしね。そうやね。メモしとかなあかんね。なんか画家紹介しましょうか。でもね、僕やっぱりね、その昔の画家が好きなので、あれやな、古典的な作家になってしまうんですね、どうしても。あ、ほんなあれし、あれおすすめのやつ紹介しようか。よいしょ。チピ踏む危ない。ちょっと乾いてるの待ってる間にね、じゃん。中島千奈美さんってご存知ですか、皆さん。なんかね、結構ね、なんかの表紙絵とかにいろいろ絵を描いてらっしゃる作家さん、人気作家さんでね、花の絵をすごいたくさん描いて、人物も描いてるかな。中島清さんっていう画家、日本画家の息子さんでね。息子さんって言っても今もう70何歳ですけどね。この人の洋画を描くっていうね。なんかこれなんかシリーズなんですよ。日本画の技法っていう、人気作家に学ぶ日本画の技法って言って、7やから結構出てるね。人物とか風景とかいっぱい出てて、中でも僕この中島千奈美さん僕好きなのでこれ買ったんですけどね。ちょっと見えるかな。よいしょ。結構ね、この本ね、スケッチから骨書きとか、まあこの人はですけど、中島千奈美さんのやつは塗り方もね、すごい丁寧に書いてあってね、解説、岩絵の具での溶き方とかね。これおすすめですよ。初心者の方は特に。この人ね、すごいわかりやすい塗り方するので、岩絵の具をどう扱っていいかわからん人ほど見た方がいいんじゃないかなと思ってます。結構ね、まあ好き嫌いあるでしょうけどね。この人割となんかこう、なんていうかな、派手な感じの絵を描く方なので、好き嫌いあるでしょうけど、でも技法的にはね、すごい技術の高い人なので、塗り方とか丁寧に書いてあるんで、これおすすめですよ。中古やったらこれなんぼやろね。もうでも、定価なんぼやろな。定価1980円なんですけど、中古やったら7、800円で買えるんちゃいます？今やったらね。もっと言うたら、ブックオフとかにもしあったら500円ぐらいでも買えるんじゃないかなと。技法書って結構高いんですけどね。これ僕もたまにまた引っ張り出して読むぐらいね、勉強になりますよ。これおすすめです。あ、全然見てなかった。NHK の朝ドラと大河ドラマ見てたんだけど、どっちでも撮影、ああそうかそうか、キリンが来るでしたっけね。朝ドラって何やろ今。僕でも大河ドラマはあれやわ、龍馬伝以来やわ福山のやばいよね、あれいつや、 7,8 年前やったような気がするねんけどあ、そうそう、ヒゲのおっさん、あと、よう知ってますね、ノレシャネさん。そうです、ヒゲのおっさんです。でもただのおっさんじゃないんですよ、すごいすごい方ですよ質問、今回の似たパネルの側面まで張り込んでない場合、額装はどうしていますか？あ、そうそう、これね、それもお伝えしようかなと思ってたんですけど、こう、僕は張り込んでる部分をね、1センチ一応、なんていうかな、この、
結構張り込むとこの際に絵の具たまるのが僕嫌いで、テープ貼った内側に5ミリさらに取ってるんですね。だからここが、ここら辺の線が、これ花書いてあるけど、ここも切れてしまってて、ここら辺の線がほんまの作品サイズなんですね。で、ちょっと、うまくいくかわからないんですけど、ちょっとだいぶ長いこと貼ってるから、取れへんかったらどうしようと思ってるんですけど、水でこれ濡らしたら一応取れるので、ここから切らずに、剥がしてしまうんですよ、僕全部。水張りテープをきれいに、和紙から。そうすると1センチ都合、余白が出るので、これをまたパネルに僕、貼り込みます。はい。そうすると、パネルになるので、スコット。額の中にね、入るので、そんな感じにしてますね。はい。でも、そうやね、まくりの場合って、どうするんやろね、あれ。額とか、ねえ。なんか、日本画の額って特殊で、ちょっと段差がついててるじゃないですか。どうするんだよね、あれ。ちょっとそれ、専門外ですわ、その額装のことは僕も。パネル装しかしたことがないので。ねえ。あ、ポップであれ、あ、そうですか、ありがとうございます。なんか、ありがとうございますって、僕、中島さんじゃないけど。僕もね、日本画奥ゆかしいの好きなんですけどね。めちゃくちゃ派手な色も好きですよ。はい、猫屋さん、すごいええ本ですよ。わかりやすいと思います。好き嫌いはさておき。はい。じゃ、書いたかな。いやー、なんか湿っとるな。いけるかな。もう、行こうか、もう。行こう。じゃあね、ちょっと、黄土色チックな色で。あれ？スケッチどこやった？僕。あれ？あったあったあった。黄土色チックな色でどうなってんのやろ、これ。こんな感じでね、ふわーっと、しべが入ってるので、やってみましょう。中島ちなみさん、前に NHK の E テレテレ。E テレテレ。で、日本語を教えてました。あ、なんかやってますよね。うんうんうん。やってますやってます。なんか僕も見たことあるかな。なんかDVD になったやつを見たような気がせんでもないですね。ああ、ぜひぜひ探してみてください。シリーズになってるので、中島さんだけじゃなくて、誰やったかな？誰やってたかな？結構有名な画家が。人物とか風景とかいろいろやってるので、この本自体が、使ってる絵の具とかも全部、色名が書いてあるし、解き方も書いてあるので、わかりやすい本かなとは思います。さあ、書いていこう。じゃあですね、どうしようかな。やっぱり、これどうですか？これ。オウド。天然。あ、オウドじゃない。なんて読むのこれ。キッチャキッチャ。キッチャって可愛いな、なんか。天然のやつね。これでシベ書いていこうかな。よし。まあ、ちょっとずつ使うときはね、梅皿の方がいいんですけどね。少量使うにしても、やっぱ日本画って、多少妖気めに解かないと。ちょっと戻すか。よいしょ。よいしょ。いや、言うても、この時間やん。あと1時間しかない。何が時間余るからや。いい加減なことばっかり言うなよって。よし。そうか、次、チーピか、チーピ書くことになったか。まさかやわ。でもあれですよ、顔だけね。そうやないと、全身会出たらほんまにそれこそ、何回、全何回になんねんっていうね。マジか、チーピか。まあ、毛のふわふわ感をどう表すかですよね、日本画で。動物描くときは。あ、ティッシュなくなった。ババババーン。
もう最後の辺になってくると肉はね、もう下地の十分もんで十分なので、もう少なめでいいです。全然これはちょっと少なすぎやけど、下地のね絵の具は肉はたっぷり入れてね、割と濃いめに溶かないと剥がれてしまうんであかんのやけどね。よし、このカリバリをな剥がすときも、このパネルとの相性とか、あと長年っていうか長いこと張り込んだままやとね、糊がもう赤になってしまってくっついて取れへんときがあんねんな。そうなったらもうカッターで切るしかないね。よし、もう BGM 変えようはよ。何回も言ってるけど。パパババンはあかんやん。よいしょ。まあでも、日本画もやっぱり、学んで、ね、学べるとこがあればね、もちろん学んでもね、カルチャースクールとかもありますしね。いいと思うんですけど、たまにとんでもないことをおっしゃる先生が中にはいらっしゃるから、そういうとこ学んでしまうとちょっとねえかわいそうっていうか、びっくりするのが日本画って特にもうなんか技法っていろいろ口伝とかね、先生によって全然違うこと言うから。よし、誰に学ぶかっていうのも大事ですよね。あ、アステアさんこんばんは、ごしやすです。もう1時間ぐらい経ってますね。でもね、そんなね、進んでないです。結構乾かし気味にやってってるので。いつもありがとうございます。なんか、気づいたら来ていただいてる感じでね。嬉しいなぁ。これ結構ね、中国筆です、これも。何の筆やろね、筆じゃない、毛やろね。ウサギじゃないかな、この黒いの。これもね、太いながらね、穂先がすんごい効くので、絵の具の含みいいし、重宝してます。そうやって、岩絵の具ほんまね、折り、なんか昨日の動画でも言ったけど、折りが悪いから、どうしても。面相筆だけではどうもいかん時があるんですね。どうなってんやろこれ。どうなってんやろこれってならんようにね、ちゃんとスケッチをしとかなあかんのですね。こうやってね、ほぼほぼ先に塗った色を潰しちゃってるんですけど、でもやっぱりね、潰れてるとはいえね、やっぱり下から覗くから、やっぱり下地の色って大事なんですよね。さっき入れた小豆茶が効いてくるんですよね。よし、OK、あ、イビケンモさんこんばんは、ごしやすです。チビちゃん、そうですね、なんかそんなことになっちゃいましたねなっちゃったっていうチピちゃんがモデルなな。え、チピちゃんがモデルさんな。そうですかね。どうなるやろ。チーピ書いたことないな。あ、アップで手元すいません。そうやね。もうでも書いてしもた。こんな感じです。
こう根元はぼかしてね、ちょっとこんなもんかな。そのなんかあれやな、黒いとこどうしよう、隅かな、隅にしようか。よいしょ、少量使うだけでもすらんなんからめんどくさいなさあ、ほなその隅書いたらおしまいかな。引いてたいや、広いアトリエ欲しいな、ほんま。なんかにぶつかるよいしょ。少量するのによく使ってる硯ですね、これ僕が。何の石か知らないんですけど、なんか日本の石のような気がしてるんですけどね、僕は。金用ですね。結構吸えるんですよ、これも。少量使いに。そうですね、これ点々入れたら終わろうかな。まあ、全然ね、もうまだまだ手入りそうなぐらい未完成なんですけどね。一応区切りつけんと、どん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 次々ってなってったらあかんからね。よし。楽観とか入れたいけどね、本当は。でもちゃんと額装する段階で楽観って入れないとバランスがあるのでね。よいしょ、はい。じゃあもう一回スケッチブック見ながら、なんかね、うねってるっていうかね、いろんなとこにこうちょんちょんちょんってある感じなんで、これを参考にしながら。岩の具の上からでも隅とか塗れます、ちなみに。まああんまり薄いやつをドバッと塗ってしまうとね、岩の具って基本ザラザラやから、隅ってなんやろ、染み込んでってしまうから、そういうのはあんま良くないですけどね。ちょっと濃いめのもんを後から加えたりするのは大丈夫ですね。まあ岩黒っていう黒い岩絵の具でも大丈夫やと思います。まああえて僕は今回は墨にしました。見えてますか？この点の打ち方もね、割とセンスがいるんですよね、これ。ちょんちょんちょんって打つだけじゃなくて、この点の打ち方で立体感が出るか否かみたいなね。もうほら、さっき塗ったね、あのえんじ色消えちゃってますでしょ。消えてるけど、これあれ塗ってなかったら全然また表情違ったんやと思うんですね。はい、こんなもんかな。まだまだ納得はいきませんが、一応完成しておきましょうか。はい、草いちごの日本画完成であります。
パチパチパチ。白昼旋回。嘘嘘。出来上がった後、外してパネルにしたってて、学校のところまで見せて、ああ、そうです、それ、どうしようかな。ほんなら、それ、でもあれやんね、額がないんですよ、額が。このサイズの。F4 しかなくって見たら。あった時もあるんでしょうけど、それなんかの時に学装して作品にして出したと思うんですね、僕ね。あ、ありがとうございます、皆さん。パチパチしてくれてる。嘘やん、そんなん。そんななんか、めっちゃ強要したみたいやんか、僕が。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。さあ、ほんなら、ああ、ありがとうございます。黒いってね。そう、なんかそういう点とかね、意外と、あれなんですよね。画面閉まったりもするんですね、それでね。点とか筋を侮る流れでね。ほんなら、次ね、もうちょっと急いでいこうか。このテープ、水のりなので、ここを湿らしていきます。これで取れると思うねんけどなぁ。いつもは取れるんやけど。上からで大丈夫です、こう。ありがとうございます、皆さん。みんなパチパチしてくれてる。パネルにするところまででも入って、あ、そうですか。じゃあ、あのね、パネルもね、多分おそらく、ないと思うんですよ。ちょっと、でもいるので、どうせ。いつもやったらこのサイズで作ってるんですけどね、僕。あの、パネルを作る動画もね、あげたいと、金々思ってるんですよ。まあ、15から25までかな、25ぐらいまでのパネルやったら、ホームセンターでベニヤと、ね、木買ってきて、自作した方が絶対安いですよ。もう、もろに安いですよ。なんぼ安いやろ。10分の1ぐらいで済むんちゃう？ようけ作ろうと思ったら。まあ、1個欲しいぐらいだけやったら手間とかかかるからあれですけどね。何枚か欲しいっていう時は絶対、ああ、結構これくっついとるなぁ。あかんかな。あ、インディゴライドさんもありがとうございます。じゃ、ちょっとパネルね、F1 号買って、パネルそうするところまでやろうと思ったけど、これね、剥がれないかもしれない。これもね、僕自作したやつやの、なので、このね、パネルのベニヤがね、相性悪くてね、よう食いつきよんねん、これ。まあ、ありがたいところもあるんやけど、あまりにもつきすぎたらね、いやーん、硬いな。これはもう和紙からも剥がれへんかもな。厳しいな、これな。くっそ、剥がれへんわ。参った。どうしよう。おとなしくカッターで剥がしますか。剥がすっていうか。切りますか。だから、そういう時のことも考えて、もっともっとね、余白取っといた方がいいんですよ。ここでカッターで切っても、張り込めるぐらい余裕がある方がいいと思いますよ。ここがだから仕上がりサイズにならんようにね。あかんわ。これ無理やわ。剥がれへんわ。お湯やったら剥がれるかもね。お湯。でもこれやったらもう和紙にも行ってしむってる可能性あるよな。ダメやな、これな。上がれません。カッターで行きましょう、もうほどなしく。そうやったら濡らさんかったらよかった。ややこしい。これって写真ですよ。またまたそんな。ありがとうございます。まあでもなんか写真のようにね、なんかこう、フレッシュな感じの絵を描きたいですよね。
僕ね、あんまりね、なんやろ、いわゆるスーパーリアリズムってそんな好きじゃないんですけどね、写真みたいなので。でも写真見た時に感じるそのフレッシュさは絶対にはいるなと思ってます。あんまりコテコテ塗るような絵画はあんま好きじゃないですね、僕はね、個人的にですけど。よし、これまたなぁ、うまいこと切れるやろうか。こういう作業がね、苦手なんですよね、どっちか言ったら。ドンクチャインですよ。こういうことしてるからパネルに傷がいって、それがまたね、剥がれへん要因になんねんな。切れてんのこれ。切れてんのじゃん。もう一回行こう。もっともっと余白を取ってもよかったね。1センチ、2センチぐらい取ってもいいかもしれん。2センチは言い過ぎる。なんせ仕上がりサイズのとこに、パネルじゃない、水張りテープが来ない方がいいですよ。ほんまに。何かあった時にどないもなれへんし、あと絵の具が溜まるっていう、何回も言うけど。岩絵の具って周囲に溜まっていくからね、汚くなるんですよ、それが。いやもうめっちゃ苦手こういうの。こういうとこ不吉っちゃうな僕、ほんまに。まあ一応僕はね、5ミリ内径取ってあるんで、ここが多少ギザギザなってもね、ええんですけど、まあ、このまま切ったろうかも。なんか綺麗に切らんと。いや、ちゃんとしとこう。やめとこう。怖い怖い。失敗したらやばいから。あ、全然見てなかった。じっくりと見せていただき発見が。あ、和田さんありがとうございます。本当ですか、発見が。僕も自分の動画ながら発見だらけです。こんなに剥がれないとは。ほんでね、岩絵の具、あー、物差しまで削って持ってる。これようやるよね。あんまり物差しの方に寄せすぎたら物差しまで削ってまうっていうね。何事したほんで。あ、そうそう。日本画でね、岩絵の具使ってる絵って、たわましたりすると、ひび入ったりするんでね、こういう剥がすときとか、要注意ですよ。水彩画とかはね、ペローンって、結構ここ曲げても大丈夫ですけど、岩絵の具の場合ね、あんまりこう曲げすぎると、ピキピキって、ひび入っちゃうんですよね。だから巻物とかあるでしょ、巻物。ああいうのは基本、岩絵の具、あんまり使ってなくて、薄塗りやし。巻けないですよね。こんな粗い絵の具使ってると。どこが線よこれ、分かれへん。これか。あ、BGM 消えた。これループどうやってするんやろ。なんか今、あれで、CD 再生するやつで、なんていうんやろ。オーディオっていうのやってんねんけど、リピート設定すらでけへん。普通できるよね、繰り返し設定ね。機械音痴やねん、ほんま。そんな僕がパソコンでデザイン仕事とかしてんねんからね、びっくりするよね。何屋さんなんみたいな。ん？
ああ、ありがとうございます。小柳さん、全然もうなんか、ほんまに雑い仕上がりで申し訳ないなと思ってるんですけど。まあ一応ね、こうやって、日本語生配信とか言うてる手前ね、完成はさしておかなあかんから。まあ一応完成しとこうか、みたいなね。ほんま僕の場合ね、絵描き終わっても、一日置いてね、寝かしてね。結構ね、絵描いてると、ランナーズハイじゃないけどね。ランナーって全然走ってへんけど。ペインターズハイっていうかな。頭が興奮状態になってると、大変よく自分の作品が見えたり、または過小評価してしまってたりするもんなんで、どんだけ、これも完璧やろって思うもんでも、一晩は必ず、寝て、で判断下すようにしてますね、僕は。そうやないと楽観入れたけど、これ全然ダメやん、みたいなね。よいしょ。ステンレス上、あ、そうですね、ステンレスほんま使いたいですね。あ、ここにあったわ、ステンレス。これ作ったらよかった。はゆってくださいよね、小田井さん。猫大さんのせいや。だんだん横着になってきたな。嘘ですよ。剥がすときまで、そうですね。繊細なんかな。どうやろう。めちゃくちゃどんくさかったけど。よし、ほんなら。これなぁ、どうしようかな。あ、よかった、裏から透けてる。この紙な、ほんまあかんねん。これ、新マシっていうね。やつ買ってみたんやけどね。全然ダメです。でもほら、なんとなくうっすら、K の線が、こっちから透けてるから、これを頼りに切りましょう。ハサミで。だってどうなんやろ。あ、どうしよう。あかんか。パネル貼りすんのやったら、この5ミリ活用できるかな。5ミリきつない、でも。5ミリは巻き込むのにきつくないか。あ、ちゃうわ。こっちだってほらあれやもん。何これ、どんな貼り方したん僕。忘れたわ、やったん。こっちはだって取ってないわ、余白。あれ、なんでこんな風にしたんやろ。そうですね、剥がすとき緊張しますよね。あ、Lさんこんばん、おこしやすです。今、書き終わりました、とうとう。ありがとうございます。来てくださって。早見つけてくださいよです。確かに。めちゃくちゃ正論言わんといてくださいよ、そんな。僕のこといじめる気ですね。もう着ようか、もう。でもこんなんしたらどうやって学装するんやろな。僕こんなんみっちみちに作品サイズで切ったことないわ。ほんまはね、パネル貼りして書くからね。こんなんしてしもたら、裏打ち紙に余白つけて、裏打ちして、パネルに巻き込むしかなくなるんじゃん。こんなん額装できる額はあるんかな。そういう額装の世界、僕ほんまにね、わからへんわ。表層の世界。表具ね。まあ、額もこだわったらあれもすごいもんな。額で全然変わるもんね、って。ほんまに。よいしょ。はい、完成でーす。パチ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 このね、余白がね、汚いとこ取れるとまた変わるでしょ、印象がね。窓から覗いてるみたいになって。ね。まあ、だからほら、なんやろ。アクリル板と作品の間に隙間がないやつやったらもしかしたら額装できるんかもね、こういうやつでも。それかフェルトでこのちょっとだけ何ミリか隠れる、抑える額があればいけるんかもしれないです。でも僕そんな作品サイズで切ったことないわ。こんなん練習やから一応切ったけど。あ、ありがとうございます皆さん。めっちゃパチパチしてくれてありがとうございます。僕が強要したからな、最初に。
いえいえ、もう全然もうこんなんね、もうな、ほんまに毎週こうやって書いてって、ねえ、毎週これぐらいのことやっていきたいぐらいなんですよ、僕からしたらね。この光の加減でも全然違いますよね。ほら。切ってみようか。切ったらこんな感じです。ライティングも。ああ、やべえ。電気落ちてきとる。ちょっと待って、やばいやばいやばい。やばいぞ、これ。え？ああ、怖い。ライティングもね、このちょっと、白熱っぽい色をかけると、印象変わったりね。岩絵の具は特にこの、照明で全然変わってくるので、結構照明にこだわる方多いですよ、作家さんでも。ありがとうございます、皆さん。綺麗ですか？ありがとうございます。いや、ええ感じで終わったんじゃないの？これね。あと30分ぐらいでしょ？ 2 時間でね。あ、そんなことないわ。あと20分か。結構、ギリギリやったな。いや、ありがとうございます、皆さん。ちょっとね、鼻のとこね、もう少しなんとかならんかったかなと、今にしたら思うけど。まあ、急ぎ足でやりました。でも、こういう機会がないと、僕もなんかこう、なんやろう。なんていうのかな。大胆に仕上げることできなかったかもしれないです。やっぱり家に一人でいて作品やっていってると、どうしてもなんかこう、ね、こだわってしまうから、そういう意味でのなんか新鮮さが出んかったかもしれないですね。よかった、ライブ配信して。ああ、皆さんありがとうございます。なんか、今まで、息を潜めてた方たちも、パチパチだけは来てくださってて、ありがとうございます。見てくださってるんやな、こうやって。嬉しい、嬉しい。楽は日本画用とかあるんですか？ね、サイズ的にはないんですよ。ほぼ日本画も今や、昔はね、ほんまなんか掛け軸とかやったんで、なんかいろんな呼び方あるでね、連落ちとかね、なんや、日本っぽいサイズがあったんですけど、もう額装を日本画もするようになってから、全部 F とか P とか M とかね、そういう呼び方するようになったんで、額はどれでも合うんですけれども、やっぱりね、洋画用の額って、美術館とか行ってもらったらわかると思うんですけど、めちゃくちゃ派手ですね、どっちか言うたら。結構。でも日本画って派手な額、まあまあ、それも好みかもしれないですけど、結構日本画用の額はシンプルなものが多いので、装飾的にはやっぱり日本画用、洋画用って額はあるかもしれませんね。飾りの違いっていうか。あ、全然でもお家にあるやつを使う分には水彩用の額でも全然大丈夫だと思います。サイズ合いますよ。F とか M とかね。M とかあんまないか。マリンやな、M ってね。横長やったっけ？ M って。大概 F サイズですね。人物。人物が F やったかな。で、P っていうのが正方形やったかな。僕もサイズにちょっと詳しくないんですけど。つららんさんが技法などについていろいろつぶやきながら制作してくださってとても勉強に。ああ、ありがとうございます。技法などについていろいろ、まあ、わけのわからんことも大概つぶやいてましたけどね。ありがとうございます。おきろんさんもありがとうございます。繊細系、骨脇器の時は線の絵なんだと思って色が塗ると。ああ、なんか骨脇器を活かした彫り塗りの方法でもやってみたいですね、またね。ちょっと昔の描き方っていうか。ハンシベの黒いキラキラが好き。ああ、ありがとうございます。これね、隅まで行ったんだよね。あ、だからこの角度によっても全然。これ今シベ見えてへんよね、あんまりね。反射してね。こうやってやったらほら。ほら。ほら。わかります？ほら。これ金混ぜたから。だからこういうなんか見る角度によっても表情が変わるのがいいですよね、日本画ってね。こうやったら見えへんな、シベね。反射して。こうやったら見えやすい？
まあ面白いですよ、日本画もね。ぜひ、皆さん、機会が、まあ機会もそうやな。あ、でもね、面白いの凍ったんですよ、この間。あの、これ、もうちょっとね、また動画見てくださいね。いつになるかわからないですけど。まだ届いてもおらへんし、現物が。なんか皆さんが、どうやったら日本画の絵の具に親しんでもらえるかなと思って、ちょっと頼んでみたものがあるんですよ。ちょっとお値段するかもしれませんけどね。でも、初めから岩絵の具全部揃えるよりは安いと思うので、ちょっと今度、ほんまいつかわからんのですけどね。ああ、ありがとうございます、なぎさん。葉っぱの赤は効いています。ああ、でも、あ、これな、なんかあの、赤いとこいいですよね。緑に赤刺してるとこね。僕も好きです。そういう、だから植物を探してしまいますよね。青々とした葉っぱもいいですけど、なんかこういう紅葉してたり、ちょっと色変わってるとこっていいですよね。いや、よかった、一応。一応終われて。だ僕の前のこの日本画とかは、ちゃんと、四隅に1センチちゃんと取ってあるので、パネル張りしやすいんですよ、これね。こんな風に、みっちみちに作品サイズ切ったことなかったので。これどうやって、まあ、学装もせんかもしれませんけどね。この時、改革用、練習用なので。これはちょっと学装しようと思ってるんですけどね。いつかわからんけど。F4 サイズ。あ、大成功、ありがとうございます。大成功ですか。よかったです。そんな喜んでもらえて。あ、つらちゃん来たん。つらちゃん。つららさんよ。来たんかいな、あんた。え？つらちゃん？ちょっと最近あんた太ったんちゃうの？つらちゃん。つらちゃんちょっとお目にかけましょうか。あ、ありがとうございます。これね、結構僕が頑張って描いた作品で、ちっちゃいですけどね。ライフワークとして書いていくつもりです。よいしょ。はい、また寝てまーす。つらちゃん。あぬしさんよ。あぬしちゃん。寝てるやん。あぬしちゃんって。ちょっと遊ぼうぜ。な。よいしょ。つらちゃん。ありがとうございます。逃げたくなるでしょ？逃げてください。もう人生逃げたもん勝ちですよ。いらんことから逃げんとダメですよ、皆さん。ね。そういう意味も込めて。ちょっとどこ行くねんな、あんたが逃げたらあかんがな。ちょっと遊ぼうぜ、ちょっとね。逃げたあかんやん。あんた逃げたあかんのやな。じゃーん。つらちゃん。最近ほんまあれやな、遊ばへんなったな。え？ふわふわ。あ、チーピさんね、ちょっとまた考えますね。僕でもツラちゃんの方が描きたいかも。ほら。描きやすそうじゃない？こういう、こう黒いとことかな、これ。墨で描いたらこれバッチリやで、これ。かわいいですか？ありがとうございます。逃げられるものは逃げたい。そうです、非常口のタッチ、さっきのはね、金箔を使ってるので、割と手の込んだ。こういうこともやっていきましょうね、またね。金箔使ったりね、もみ紙したりね。あぬし様。さっちゃん来たん。めっちゃつらちゃん言うてくれてるよ、みんな。日光東照宮、これおったな、スズメのね、とこにおったな、これな。眠り猫やな。こりゃ。チーピさん次、ツラちゃん。猫続きですか。ねえ。あ、ほんでね、明日多分、ツララン日和じゃないや、ツララーンの休日で、ちょっとご紹介したいものと、あとね、今までコメントをいただいてて、これどうしたもんかなと思ってたことが一つあったんですよ。いや、全然別に皆さんが悪いとか全然じゃないんですよ。そんなんじゃないですよ。じゃなくて、どっちかやったら皆さんが困ってるんじゃないかなと思うことが一つあって、それをね、明日、まあ、
細かいことは言いませんけれども、やっていこうかなと。何のこっちゃね。わからへんよね、そんな言われても。匂ってんのかいな、あんたこれ。岩絵の具やで、これ。あ、もみがみリクエスト入りましたね、純子さん。でもなんかもみがみに、なんかこれボロボロになってきたな。もみがみに猫ちゃんってどうやろうね、でも。まあそれ別に、別でもいいんですけどね。もみがみに猫もええかもしれんな、でも。もみがみってあるんですよ。日本画でね。つらちゃん、あざっこ屋さんのイメージ。そうなんですよ。このつらちゃんがね、つららあんのきっかけですからね。社長さんなんであり、あん主なんですよね。な、社長さんな。ずっと寝てる。そうなんですよ。おとなしい。この子はおとなしいですね。チーピーと違って。そうそうそう。この子はおとなしい。つらさんもかありがとうございます、おきろんさん。かわいいって。かわいい言うてくれてるよ。ほんま食うてねってやな、あんた。ええ加減にしとかなあかんで。あ、ムカデ捕獲。ちょっとバレてるやん。いや、まあ、とにかく明日、まあ、興味ない人はいいんですけどね。一応ね、もう絵に関係のないことは日曜日しかせんとこかなと思ってるので。興味ある方はね、日曜日のつららの休日。でもね、意外となんか、この間のホタルのやつもね、意外と見てくださっててね、絵に興味のないであろう方々も。ちょっと嬉しかったんですけどね。ちょっと、明日重大発表。重大ではないか。発表がありますのでね。ほんま悩んでてん、ちょっと悩んでたのよ。どうしたもんかなと思って。ムカデってサソリみたいな。サソリっぽいか。わかりますわかります。なんか、節々がね、また虫の話になって。虫の話やめましょうよ。ねえ、もう虫嫌やわ、ほんま。あ、チーピも切ったん。チーピ切ったん。おいで。チーピ切ったんな。チーピちゃん。あ、一個一個してあげてんの、あんた。この子、仲はええんですけどね、この二人。たまにね、チーピーが噛むとね、嫌がるねんな、このあん主が。噛んだあかんで、チーピー。なあ、食べ物ちゃうで、あん主はな。一個一個してあげるんやで。チーピー？チーピー？そうなんです。仲はいいんですけどね。普通になんかこう、こんな暑い日にくっついて、あ、今日ね、なんかコミュニティに上げさせてもらった、画像とかね、あんな風に寝てることもあるんですけど、ちょっとね、こうなんか遊びが始まると、チーピーが無茶するから、あ、もう行くんか。ありがとうね。めっちゃ僕の絵踏んでったけどな、今。ご主人様の絵を踏むとは何事かね。お姉ちゃんいてしもたわ、チーピー。な。チーピー？チーピー？あ、ほんまですが、ありがとうございます。伊藤薫さんありがとうございます。チーピーでツーショットね。日曜版楽しみに待ってくださってる方がよかったです。なんかあんなん、ほんまね、あれね、何にも考えずに、上げてるだけなので、カットしてテロップもつけんと、誰がこんなん見るんやろなと思ったら、結構楽しみにしてますっていう方もいてくれたりしてね。嬉しいです、ほんまに。まあ一応明日はね、どんな形になるかわからないですけど、ちょっと紹介動画になると思います。ホタル見ました。ありがとうございます。私の家の近くで。まあでもね、やっぱりね、あの時もね、ホタル少なかったですね、やっぱり。めちゃくちゃおったけどな、僕のちっちゃい時とか、ほんまに。探すも何も、外に出たらもう おるから、普通に。あれ？なんかカンペが来たで。
そうや、忘れてた。あ、今、母親からカンペが来ましたよ、皆さん。ちょっと待って、それより先に。そうそう、ホタルね。ホタルが、昔はもう、だから、この間ホタル袋を書いたんですけどね。ホタル袋に何匹も入れれるぐらい、簡単に捕まえれたし、そこら中におったから。もう、この間行った時なんかもうね、探すのが難しかったです。噛まれるとやっぱ痛い。痛いんですよ、ほんまにね。チーピーがほんでまた痛いね。僕もよく噛まれるんですけどね、なんか。遊んで。結構痛いんですよ。踏んづけていきましたね、ほんま。なんちゅうことや。かわいい家族癒されますね、金箔。ありがとうございます。金箔もね、やっていきたいと思います。金箔はね、でも僕ちょっと下手くそなんで、ちょっと練習してからじゃないと、ちょっと皆様にお見せできへん。もしくは、ライブで一緒に学ぼうみたいな形でね、失敗しても許していただけるんやったら、ライブでやってもいいかもしれませんね。あれ難しいんですよ、金箔って。まあ、次見てもらったらわかると思います。難しさが。あれはね、やっぱ職人芸ですよね。トラーさんの方が、え？猫ぶりが上のような気がします。チーピーさん、お前ですか？まあ確かにチーピーは若いですね。猫っていうか、猿飼ってるみたいです。キー言うしな、たまに。うきゃ、うきゃきゃって言うからね。な、チーピー。あとにゃー言わへんもんな。ウキって言うもんな。な、チーピー。な。あ、カンペ待ってますやん、皆さん。なんかね、今ね、来たんがね。じゃーん。高田純次と同じ。同じ。え？高田純次と誕生日同じ。知らんがな。そうなんですよ。でも忘れてました。女高田純次と僕言いましたが、そういえば誕生日一緒でした。1月21日。ね。何の話やねん。知らんがな、そんな。性格のことを言うとね。高田純子、ほんまや。高田純子って呼んだろ。純子ちゃんや。ほんまに。チーピーさん、背中きれいに着が、あ、そうですね。なんか、うん。こないだハゲハゲやったけど、ちょっと回復してきてますよね。うまい。高田純次好きですよね。面白いですね、あの人ね。なんか高田純次って不思議で、あんなアホなことをするし、ふざけたこともするのに、結構ダンディーじゃないですか、なんか。ふとした時にね。面白いですよね。いやー、でもま、適当やで、うちの母親、ほんまに。高田純次は言うても真面目やもん、あれ。ね。結構下積みもすごかったらしくてね、売れるまでね。夜、土木やったりしてね、してたみたいよ。高田純次のことはあんま知らんけど。僕、深田恭子と同じ誕生日です。深きょん。買ったな。高田純次対深きょん。高田純次ともう一人おったよな。誰やったっけ？レーサーやったっけ？片山、何やったっけ？右京？慎吾？え？右京？なんかレーサーおらんかった、そういう。あの人も1月21日やったような気がする。私も適当なんで、ママさんと同じ高田純子です。いや、適当がいいですよね。真面目やとしんどいですよ、やっぱり。自分が真面目なだけやったらええけど、自分が真面目やから他人に真面目を強要する人は一番しんどいですね。そんな人にはならんとこと思うんですけど。僕もね、ちょっと変なところ、意固地なところがあるんでね、そういうとこ気をつけていかんとなと思ってます。そんな話やな。出た、知らんけど。どこで知らんけど出たっけ？もう知らんけどはね、僕の口癖っていうかもうライフワークなので、ライフワークではないよね。知らんけど。
知らんけどがあったらね、知らんけどがあったらなんとか生きていけます、僕は。あ、刀右京ですよね。確か1月21日でしたよね。僕、深田恭子だけかな、芸能人で言ったら。11月2日なんですけどね。深田恭子以外知らんな。他にもおるんかな、11月2日って。もう新しいね、芸能人とかが出てきだしてるから、もしかしたら2日もおるんかもな。あ、いえいえ、塚田さんありがとうございます。お先に、あ、もうお休みになってくださいね、もう。ありがとうございます。またライブね、土曜日やりますので、多分、チーピちゃんという、あれが、リクエストがあったので、ちょっと用意してみようかなと思ってます。まあ、サイズはね、ちょっと、ちっちゃめか同じぐらいのね、ちっちゃめの、どっちにしてもちっちゃめのサイズでやっていこうと思ってます。ありがとうございました。今日は長い間。おやすみなさーい。さあさあ、そろそろ時間かな？あと5分ぐらいか。いやー、この本日もね、長い間ありがとうございました。今日どうしようかなー。ちょっと遅いか。あのね、クロッキー動画はね、毎日上げていきたいんですよ。なんやったら。別に動画を上げたいっていうわけじゃなくて、クロッキーは毎日勉強したいので、で、勉強するんやったら動画撮らんともったいないなっていうのがあって。今日は上がらんかな。だから都合毎日2本動画上げるっていうのがね、僕の夢なんですけどね。クロッキーはね、でもね、編集にしたらアホみたいなもんなんですよ。ただ単に僕がクロッキー勉強してるところをカメラ回しておいて、後で編集ったってね、あんなんカットしてるだけなので、カットして BGM つけてるだけなので、めっちゃ簡単なんですけどね。だから毎日日本動画上げたいと思ってます。チーピちゃん、チーピちゃん。あ、お相撲さんよかったですか。ありがとうございます。なんかあんなんでも喜んでいただけるんだったらなんぼでもね。チーピちゃん、そろそろ終わりやから皆さんに挨拶するか。な、どうや。チーピちゃん、あんたも眠そうな顔やな。チーピよ。チーピ？な。脱走したらあかんで、もう。もう脱走したらもう家入れてあげへんで。な。どこ行ってたんや、あんた遊んで。怖い怖いで、あんた。今はな、男どもがいっぱいうろうろしてんねんで。あ、クロッキー動画良かったです。猫大さん、ありがとうございます。ああいうのも上げていこうかなと。あ、ちょっとでも上げとんな、やっぱり、ちょっとだけ。ちょっと上げてない。チッピちゃん眠そうですよね、なんか。寝といてくれたらええのにね、もう。あ、ああ、そうなんですか、ジラランさん。韓国ドラマ好きですか。ああ、ほんなら母親と。いや、言うてもね、僕も嫌いじゃないんですよ、全然。昔はちょっといろいろ見てたりもしましたけどね。屋根部屋のプリンスとかね。あれも時代もんではないけど。あと何見たかな。気候号も見たし。あと何やろ。現代もでもあんま見ないかな、僕は。やっぱ歴史もになるかな。見てましたね。そうですね。チーピの色どうしようかな。あれちょっと茶色やからね。でも、やっぱり細かい色でやっていかんとね、動物って難しいんじゃないかなと思うので、ちょっと考えておきますね。あ、山本さんありがとうございます。こちらこそですよ。もう本当にいつも楽しい時間、こちらこそ過ごさせていただいて、ありがとうございます。日本画でチーピちゃんの毛並みってどう表現、あ、そうですね。そういうところもちょっとまた、な。チーピの毛並みやって。な。地域の毛並み描いていこうな。な。はいはいはい。韓国ドラマ見ないですが、サイムダンっていうドラマ好きそうな気がします。なんやろ、サイムダンって。それもなんか歴史もんですか？いらんもん教えんといてくださいよ。また見出したらね。
でも韓国ドラマもね、長いからね。な、チーピな。なあ、もうゴリゴリやな、韓国ドラマはな。ねえな。はい、じゃあね、2時間経ちましたね。そうそう、終わりますか。はい、ちーちゃん、じゃあ、挨拶して、皆さんに。また起こしやすって。え？起こしやすは？はい。絵が題材みたいな。ああ、そうなんですか。へえ。絵が題材の韓国ドラマなんですか、サイムダンって。また水飲んどる。また水飲んどるで。じゃあ水飲む音を聞きながら今日はね、終わりましょうか。はい。僕の一線から水を飲むチーピの音です。よいしょ。あ、いえいえ、ありがとうございます。リンゴとタケノコさん、ありがとうございます。チッピちゃん、演じ上手。メミトさんもありがとうございました。もちこさんもありがとうございました。おやすみなさい。長い間すみませんね、なんか。ナオミオンさんもありがとうございます。レモングラスさんもいつもありがとうございます。本当にレモングラスさんも。大変お世話になっております。アコさんもありがとうございます。あ、皆様にも挨拶して。ええ人やな、みんな。あ、ジュンコさんもありがとうございました。エルさんもありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。嬉しいです。猫大さんもお疲れ様でした。いつもありがとうございます。本当に。なんか、お忙しくないですか？本当に。毎日来てくださ、毎日じゃないわ。毎週来てくださってるので、本当に嬉しいです。ありがとうございます。牧原さんもありがとうございます。お疲れ様です。長い間。あ、なぎさんもありがとうございます。完成おめでとうございます。またね、次も書いていくので、ぜひ、お時間あればお越しください。あ、インディゴライトさんもありがとうございます。カビカビさんもありがとうございます。お疲れ様です。おやすみなさい。つきつきつきさんもありがとうございました。なんか、大変対策を仕上げられたようなので、また見てみたいですけどね。ありがとうございました。伊藤カロさんもありがとうございます。お疲れ様です。明日もね、そうですね。まあ、しょうもないですけどね。めちゃくちゃ。まあ、時間あったらね、また見てみてください。まあ、また、明日はね、別にね、僕ね、ツララーンの休日は、配信する時間決めてないので、9時半とも限らないんですよね。まあ、また、上がってるなと思ったら適当に見てください。ありがとうございます。あ、オキロンさんもお疲れ様でした。ありがとうございました。明日もね。あ、楽しみに。ありがとうございます。もう、ほんまに、そんな言われたのか、プレッシャーなんですけど。しょうもない動画ですけどね。ちょっと、重大発表。重大発表があるので、見てください。どんなんやねん、こうって。はい、じゃあ、ありがとうございました。今日もね、やっと完成することができましたけれども、また次回からね、チーピちゃんとかいう声も上がってますので、また日本画。まあ、日本画ですね、基本ね。水彩は違う枠でやっていこうと思うので、土曜日の9時からは日本画の生配信ということは守っていきたいと思います。はい、それでは長い間皆さんありがとうございました。また明日ね、良ければ見てください。それではお疲れ様です。明日も休日ゆっくりしてください。お疲れ様でした。また起こしやすー。チーピキタン、チーピ最後に挨拶する？チーピ起こしやすって。また起こしやすって。いや、ふんふんやなしに。チーピ。起こしやすわ。はーい。それではまた起こしやすー。